今日は北海道で気温が上昇しました。木田さん、真夏日となったところもありましたね。そうでしたね、はい、北海道を中心に気温が上がったと言っても良さそうですね、うん、今日は、はい、ではこのどのような気温の上がり方となったのか、この要因というのも見ていきたいと思いますが、いかがでしょうか。はい、わかりました、ではですね、ちょっと天気図から見てみたいと思うんですが、はい、こちら昨日木曜日5日の日の天気図なんですが、はい、こちらに低気圧がありますよね。でこの低気圧の南側っていうのは暖かい空気があったわけですよ、うんうん、まあ、大陸の暖かい空気ですね、はい、でこれがまあ、今日低気圧がここまで進んできました、はい、でこの暖かい空気が大陸で温められた暖かい空気が北海道にやってきたっていうのがまず一つあります、はいはい、これでベースの気温が上がったんですよね。そしてもう一つはフェーン現象です、はい、フェーン現象、はい、この気圧配置だと、はい、特に南西の風がこういうふうに吹き込みやすくなるわけですよね、はい、でこの影響でフェーン現象で気温が上がったんですが、ちょっとこちらご覧ください、はい、これフェーン現象のメカニズムということですが、はい、南風、暖かい南風がこういうふうにやってきて山を越えると、こういった山の風下側は吹き下ろした風で乾いた熱風って書いてありますけども、はい、うん、乾燥してより気温が上がった空気が流れ込んできて、まあ、それで気温がぐっと上昇するっていうのが、まあ、今回の特徴だったんですね。ですが今回北海道でもオホーツク海側などで気温が上がったというのが特徴的です。はい、はい、まあ、この乾いた熱風ということで湿度もだいぶこう乾いていたようですね。一桁になったところもあったんですよね、はい、まあ、それだけ空気はカラカラだったということが言えるかと思います。体感的にはこうカラッと感じられるものなんでしょうか。いや、もうかなりカラッとしてて気持ちは良かったと思いますよ、はい、はい、まあ、このような風向き、そして暖かな空気が流れ込んでくるかでも気温の変化だいぶ大きくなりそうですね。そうですね、はい、であと網走なんですけども、はい、今日の気温変化を見ると、うん、こちら一回気温が上がって下がってまた上がったんですよね、はい、うん、ちょっと珍しい気温の変化がありました。でこれどういうことかというと、ちょっと今日のこれ11時50分の気温なんですが、はい、その時網走 24.2 度でした、はいはい、そしてその10分後です、はい、12時ちょうど 19.1 度とぐっと一気に気温が下がったんですね、はい、でこの時何が起こったかっていうと、はい、南からの風からこちら北北東の風に変わったんですよ。で海からの風、海の海水温ってまだ低いですから、はい、冷たい風が流れ込んできたことによって気温が下がったんですよね、はい、一度上がった空気が、うん、でさらに進めていって、こちら12時20分になると今度 27.5 度とまた上がったんですよね、はい、うん、でこれは何が起こったかというと、今度は南風になったんですよ。それで気温が上がりました。なるほど、はい、でさらにね、時間を進めますね、はい、すると12時40分になると、うん、また 17.9 度と、また10度近く下がったってことですか。下がったんですね。この時何が起こったかというと、今度、はい、北風、海からの風に変わったんですね。でこれで終わっていません、はい、さらに進めていって、13時30分まで行くと、はい、28度という形 でこの時は、南南西の風になってたんですね、はい、まあ、先ほどのフェーンのこの風、まあ、こういった風向きで気温が上がったと、まあ、海からの風か陸からの風かによっても、ね、気温の変化があるわけですよね、はい、まあ、風向き次第でも大きく気温が変わったということです。はい、日ごとの気温差も大きくなっていますが、これだけ短い期間で気温の変化が大きくなると体調管理も、ね、難しくなりそうですので、お気をつけいただきたいと思います。この先も最新の気象情報、気温の情報はアプリウェザーニュースからもご覧いただけます。ぜひご活用ください。